なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか見せろって故郷の両親を。してたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。しよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マミ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念念しような。ああ。何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリー、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな？お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。すごい揺れ。警察だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。進路を憎む気持ちが分かる。うん。どうなった？全然ダメ。バレットたちと揉めなかった？ああ。お前に足りねえもの、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかも。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層、部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。
この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまり、あと1500だ。助かる。じゃあ、明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。